皆さんこんこにちはマイクですえっ、ー、と今日はですねあの私たちの年代ですね昭和40年代生まれですね、えー、仮面ライダーからですねいろんなことを教わりましたねえっ、ー、と人生で大事なことを ですね学校はもちろん家庭でももちろん教えていただいたんですけども,もうやっぱり一番大きなファクターと申しますかね仮面ライダーからですね自分たちはあの正義と愛と勇気を持たなければいけないということをですね毎週のようにですねあのテレビ番組を見てですね、えー 教わっったと自分では思っておりますで昨今のですね同年、私たち同年代の方がですねあの、大きな事件を起こしましたよね、あのいた,たましい事件でしたけど、人を殺めてしまうという、相当ですね、ちょっともう、驚異、狂気かつ脅威なですね、あの事件がありましたあの、至る所でそういう犯罪が起きてるかと思います。 あのですのでですねもう一度我に帰ってですね少年の頃の,あの夢と勇気とをですねそういったもののこう心から震い上がれるようなんですねそういう何て言うんですかねあのし,してはいけないことをし,した方がいいことそういう分別をですねやぱり「仮面ライダー」の物語の中でですねあの 相当教わりました。平成ライダーになってですね、ねあの人生を解いたりする、そういうようなこう思想的なものもですね、ふんだんに盛り込まれております。そんなことですね、マイクがこう言いたいことを申し上げました。それでは、ご視聴ありがとうございました。 it.